岡谷高機株式会社は、鉄鋼、機械などを扱う独立継承者である。名古屋証券取引所、第一部単独上場銘柄である。旧加納藩士であった初代岡谷総女総児が、主君、戸田光重の死去に伴い武士を廃業し長人となり、1669年、終わり藩の鉄砲町にて、笹屋を創業した。当時は、農具、工商具、家庭用品、 刀剣類などを扱っていた。現在では、鉄鋼、情報、電気、産業資材生活産業の4分野を中心に事業展開を行っており、グループは連結し、会社70社、持ち分法適用関連会社14社の計84社で構成されている。また、2004年より、伝統企業の国際組織である、エノキアン協会会員社。本社、 名古屋本店名古屋市中区境二2丁目4番18号東京本店丸の内中央ビル東京都千代田区丸の内1丁目9番1号新宿パークタワー東京都新宿区西新宿3丁目7番1号大阪店大阪市西区新町1丁目27番5号北海道支店戸湖前市あざ二百266番地 7東北支店仙台市青葉区大町1丁目2番1号新潟支店新潟市中央区東大通1丁目2番23号日立営業所日立市幸町1丁目22番2号小山営業所小山市駅東通り2丁目37番3号機密出張所千葉県木更津市築地1番地1豊田支店豊田市東新町6番地33刈谷支店刈谷市 原崎町4丁目207番地に三河、物流センター、愛知県西尾市方向寺町西山23番地、一北陸支店富山市安住町2番14号、静岡支店静岡市駿河区南町18番1号、浜松支店浜松市中区板屋町111番地に、田原出張所愛知県田原市緑が浜4丁目1番42号、 松本出張所松本市深市一丁目一番二号、東海出張所愛知県東海市東海町一丁目一番一号、中国支店広島市中区中町七番二十二号、市外営業職殺市若竹町一番四十号、東広島営業所東広島市西条栄町十番三十号、神戸出張所赤市樽谷町八番三十四号、 福山出張所福山市交換庁一番地広畑出張所姫路市広畑区西門通り4丁目9番6号九州支店福岡市中央区天神院4丁目1番1号8番営業所北九州市戸畑区大和中原崎の浜46番51号大分出張所大分市原川3丁目1番30号北米ヨーロッパ中東アジアオセアニア中国 朝鮮半島、台湾名古屋三大祭りの一つ、若宮祭に、江戸時代から深く関わっており、当時、終わり城下を練り歩く、祭りの行列に店先を休憩所として提供していた。これに習って、現在も、毎年本社の1階エントランスを休憩所として提供し、地域との交流の場としている。また、社員による清掃活動や募金活動なども行われている。 2011年に台風12号で被災した三重県南室郡、気泡町浅里で災害ボランティアを行ったことをきっかけに、同地区の施設の滝百姓塾と農産村活性化の取り組みに関する協定を2015年に締結、新入社員による田植えの手伝いや稲刈りを行い、収穫した米の一部を買い取って、社員食堂や従業員寮で提供する取り組みも行っている。 ありがとうございます。